はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー10続きやっていきたいと思います。前回ね、ヘレティック・バルファーレなるものを倒しましたね。まあここまで来るともう地域制覇の敵とか倒してたらね、勝手に強くなって、まあ、どのタイミングで行けばいいのかなっていうねのは残りますけどね。だからあまり弱すぎると瞬殺されるし、強くすると逆にね簡単に倒してしまうというね。だからどこまで技持ってるかとかね、だから輪っかのアタックリール持ってるかどうかでも違うでしょうしね。まあそんな感じだったんですけど、今回ですけどね、まだいけるかな、ヘレティックイフリート、確かこいつだったと思うんだけど、子供がホームの焼け跡から戻ってこないんです。どなたか一緒に探していただけませんか。あ、これだ。はい、ね、これもね、まあイベント、まあインターナショナル版に入ってるかな。どこに行ったのかしらね。アルベドゴマスターしてるとね、ちゃんと何言ってるかわかるんで。私はこっちを探してみます。装備は大丈夫かな。もう少し崖の方を探してください。こっちか、崖の方を探してください。罠だよ。はい、うわっ、ということで、とりあえずこっちもまだ完璧じゃないけど、いけるんじゃないかな。ちょうどユニットじゃねえや、オーバードライブ全部使っちゃってるから。メガフェニックス、お、あ、ちょうどいいかも。あ、まあそうだね、アタックリー、まあ順番間違えると大変なことになるよね。まあここで一回ラストいって、リレーズ使ってもいいしっていう話。こうなるんですよ。だから今2万くらったじゃないですか。だから3万ぐらいあれば、まあ、防げたりとかね、物理防御とかあるじゃないですか。まあこんなのを倒さなくちゃいけないんですけどね、倒せなくないですよね。ちなみに結構素早かったじゃないですか。攻撃に対してね、反撃来るような感じだったよね。だって輪っかの番だったのに攻撃したら食らったじゃないですか。だから落ちることを前提に考えて戦わなくちゃいけないんで、まあ食らったらね、今の状態だったらほとんど一撃なんで、まあ、オートフェニックスあたりつけてれば結構余裕かなとは思うんだけど、どうせ生き返ったってね、HP 少ないんで、だから攻撃できるキャラでなるべく攻撃してね。まあ、あとは生き返らしたり、リレーズ使ったり制限しとけば、なんとかなるかな。はい、ということで。まあそうだね。それだったら。まあ、このためにわざわざね、イメージを覚えたからね、自分は。リレーズを除去されるようなんとかね、あっかもしれないよね、今後ね。とりあえずこうやっておけば、お、メテオスライス、ね、落ちて生き返るんだけど、っていう話になってくるわけさ。まあそうだね、2レースあればいけるかな。ただ消費が結構あるんで、フェイスが出るかな、ね、まあ、落ちたらねなくなっちゃうんで、オートフェイスとつけとけばいいんだけど、ね、だからつけてたってのもあるけど、ここまで見越しての T ダの装備なんで、自分の場合
セブンブルトやって、ね、反撃くらいよ。でね、99,999普通に食らわない。よし。まあ、輪っかで撃ってもいいんだけど、撃つとやられるじゃないですか。反撃で。だ戦い方なんだよね。ほんとにまさに。まあ、できれば MP スキルまでに倒したいかな。で、リエイズ生き返るんで、そこをリエイズして、待て待て。その前にリーダーで動けるな。アタックリールだな。2回ぐらい使ったらいけんじゃねえか。まあ、今後こんなんばっか出てきますんで。次、イクシオンだね。雷平原にいたよね。あいつも強いからね。だから雷吸収とかあればね、また違ったりするけど。いますよね。できればリベイズ使ってる方を攻撃してほしいかなってのは、ね、生き返る手間が省けるんで、これで2人使えるじゃないですか、リベイズを。まあこれ耐えるんだったらもうちょっとね、物理防御と HP 上げといた方がいい。まだこっち鍛えるうち、スフィア版全然埋まってないんで、笑えますよね、本当に。で、ティーダで攻撃したところで、アルテマイエポン装備してるんで、ダメージ低いんですよ。HP が減ってるからね。だからここでわざと三角ボタンを押せば、敵の攻撃してきまして、輪っか以外食らえば、ね、輪っかのゲージ溜まるじゃないですか。それでリベイズ1回るんで。ね。ここで反撃食らっちゃうよな。まあ、いいか。もしかしたら倒せっかも。まあ、アタックリールない場合、攻撃とかね。まあ、タイミング見ながらやれば、いけるかも。あ、いったいったいった。まあ、全体攻撃してきてね。それでも、リレーズ使っとけばいっぱいありますんで。とりあえずそれでしのげるかな、他もね。お、ダークマター。源氏の腕は。ダークマターが、お。さて、行くか。やるかやられるかだよね。電磁装備は自分で作ったよな、確か。あー、HP 限界突破ついてる。炎吸収、HP 限界突破。お、19,30なんだけど、まあ、そうだね。多分、今、ダークマターを落としたけど、レアで、マスタースフィアかな。どこでも埋めれるみたいなね。まあ、そんなのはあるんだけど、このさ、源氏の腕は HP 限界突破ってついてんだけど、枠が3つしかないじゃないですか。例えばティーダだったらね、リボンの下にもう1枠ありますよね。だから、炎吸収もついちゃってるし、HP 限界突破は嬉しいんだけどね。だから、できれば、4つ空いてる。例えばこのね、これ4台なのか4台なのかわかんない。これ4つ空いてんじゃないですか。ここに、HP 限界突破とリボンと、まあ、今だとオートフェニックスとかあれば勝手にね、リエイズみたいな感じで、やられた仲間勝手に控えらせてくれるんだけど、ね、まあ全体攻撃で死んじゃった場合、全員死んじゃった場合ね、使える人いなくなるんで、まあ自分はリレーズかけちゃう派なんだけどね。ここは分かれるね。まあオートフェニックスつけてリレーズつければね、もう完璧なんですけど、まあそういうこともあるよね。だから一人だけやってもいいけど、どうなんだろうな。どっちみち一撃でやられるから、まあオートプロテスあたりもつけとけばいいんかなって気はするんだけどね。リジェネもありだしね。だから自分のプロテスつけるかな。そうしたら、守備力が常に倍になってますんで。まあ、ある程度上げれば、いくらかはしのげるかな、みたいな。今の2万の攻撃でも多分しのげるんで。ね、まあ、そんなことやっていく必要あるかな。とりあえずこれでいこう。ね。で、あとダークマター集めて、またリボンくっつけられるときに、次第の腕輪かな。4台かな。あそこにくっつければいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。ということで、まあ、今回はね、ヘレティックイフリートでしたけど、向こうに行ったって何もないぜ。ホームはぶっ壊れちまった。でもさ、兄貴、俺たちはブリッツがあるよ。ボール、中に置いてきてしまったんだよ。
最悪だ。いけないんか？ああ、なるほどね。勝手にそういう話になるんだね。ということで、ヘレティックイフリートを倒して、炎吸収の、まあ、HP 限界突破があるから、まあ、それを元手に上げていけばいいかな。アーロン限界突破したって930だけだったんだね。931だったんだね。9999だから、ワッカーも限界突破あればいいかな。だからもう一人ぐらい、一体倒せばもしかしたら決まりとかの装備とか落とすんかな。まあ、誰かしら装備落とすんで、まあ、リセマラしてメインで使ってるやつらの装備品を落としたら一番いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで、どうすかな。まあ、もう一体ぐらいヘレティックいっとこうか、次回の動画で。まあ、一個一個残したいんで、これは。それでね、まあ、これより弱いのもいるんだけど、種族制覇でね。強いのもいるから、もうすでにこれより強いの普通に倒してますんで、裏で。だからそれも動画にしたいんだけどね。だから限界突破アイテムも欲しいし、ヘレティックもね、そこら辺取っちゃうと、ヘレティックが弱く感じてきちゃう部分あるので、ある程度は倒したいかなっていうね、そういうのがあったっていう動画です。ということで、マスターのお金も貯めなくちゃいけないからね、まあ、限界突破の装備品を、まあ本当に自分で作るんでしたらね、未知への、なんだっけ、未知への翼だっけ、これは30個で作れますんで、あと6個だね。まあモルボル系に賄賂でもらいます。モルボルが54万かな。後で調べたんだけど、それでモルボルグレートが120何万だったと思うんで、モルボルの方がちょっとお得なんだよね。ただ3つ落とす場合と4つ落とす場合あるんで、で、モルボルグレートが7つか8つかな。うん、だから、まあ2回やれば確実にあと30貯まりますね。まあ100万ゴールド必要だよね。そうだね。で、6個だから、まあモルボル、どうなんだろうな。金的にどうなんだろう。まあちょっと考えるところですけどね。マップがなんで2個あるんだ？世界を見ますって。まあ、取れる場所あったんでしょう、どっかでね。はい。ということで、今回、こだわりたいと思います。じゃあ、次回どうすかな？ヘレティック・イクシオン行って、無理そうだったら、まあ、他のとこやってみるって手もあるんで、まあ、本当にそんな感じでね、倒せるのをね、手当たり次第、まあ、見つけてやっていけばいいんかなと思います。さすがにその次はきついかな。今でも結構きつかったもんね。あともう鍛える作業なんで、もう本当に動画出来上がった時に上げていきますんで、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。